見てほしいというアピールポイントをそれぞれ教えてください。今度公立からお伝えします。はい、してください。自分の特徴は、パスだ、縦パスを入れるところだったり、スルーパスだったり、そういう部分だと思うので、そういう部分を、はい、出していけたらなと思います。サイドでの、上下動、走る部分、あとはミドルシュート見ていただきたいです。エリアマ選手も、自分自身ロングフィードと空中戦には自信があって、ウィガルタ仙台もその自分のセンターバックとしての足元の技術とロングフィードっていうところを評価 してもらったので、そこをぜひ見てもらいたいです。では田中選手お願いします。攻撃の起点になるパスだったり、スルーパスだったり、得点に絡むプレーを見てほしいです。それでは、前列で飯尾選手、チームのために戦う姿勢っていうことはもちろんですし、クロスの部分も、自信があるので、見てほしいなと思います。では、石原選手スピードだったりドリブルに自信があるので、あとチャンスメイクも自信があります。そこに注目してもらえたら嬉しいです。では島岡選手をお願いいたします。強くさせてください。まず、強い、球際での強さを、見てみてほしいです。その中で、汚いプレーなどはせずに、ただ、強い守備でを、したいと思って、見てください。で、自分の最大限のパワーを、もう毎試合全てを出し切るという気持ちでやるので、応援してください。たくさんボールに関与して、チームのリズムを良くしていくのが自分の良さだと思っているので、そのプレーを見ていただきたいと、一つ一つのプレーに気持ちを込めて戦いたいと思います。よろしくお願いします。